このレッスンではスクロールエフェクトとはどういったものなのかについて簡単にご紹介いたします。今こちらの画面で表示しているのが今回のコースで作成していくパララックス効果とスクロールエフェクトがついた Web ページとなっています。さてスクロールエフェクトというのはブラウザのスクロールによって引き起こされるさまざまなエフェクト、効果やアニメーションといったものを指します。 例えばこのコースで制作していくこの Web ページで見ていくとこのようにスクロールを徐々にさせていくとまずはメニューが出てきましたねそしてこれを例えば元に戻すとこのようにスライドして隠れていきます他にもこの部分ですねこのようにスクロールの位置によってフェードインで要素が表示されてきますそしてさらにこれを戻すと 今度は逆に、スクロールによって要素が非表示になっています。これがスクロールエフェクトというものです。このスクロールエフェクトはパララックス効果と合わせて最近の Web ページによく利用されるテクニックとなっています。今回のこのコースではパララックス効果と合わせてこのスクロールエフェクトの実装の方法についても解説していきます。 以上ででレッスンは終了です。今回はスクロールエフェクトとはどういったものかについて簡単にご紹介いたしました。以降のレッスンではパララックス効果やスクロールエフェクトを実装するにあたり利用する JavaScript と jQuery について簡単にご紹介していきますのでそちらも併せてご覧ください。